どうも、今日はね、泣き顔入りをしていきたいと思います。ということでね、今回はね、ブラインドタッチの仕方を今回紹介していきたいと思います。ブラインドタッチっていうのは、キーボードを見なくても、パソコンだけ見てても、文字を入力することですね。割とね、少し練習したらね、すぐできるようになるんでね。はい、ぜひね、参考にしてみてください。で、まずね、とりあえず配置から覚えないといけないんですけれども、F と J に点々っていうね、出っ張りがあるんですよ。多分どのキーボードにも大抵あると思うんですけど、そこに右と左の、人差し指を当てます。で、ここに人差し出っ張ってる F と J に人差し指を置いたら、そっから順番に中指、薬指、小指ってね、J も同じようにこうやって配置します。で、交互の配置ができたらもうこれで完成です。で、R を押したいって思ったら人差し指で押すんですよ。こういうこの最初の配置としてはこの4つ使うんですよ。で、指をこんな感じに動かして使うんですよ。 R は人差し指、 V は人差し指っていう、指の当てる場所はねこんな感じに決まってるんで覚えやすいんですよ。で、こっちも同様にね、斜めにね指を滑らせることによって、斜めにね、右手も指を動かすことによってここのね、役割をねすることができます。こんな感じですね。で、ここのね、役割は全部分かったんですけれども、ここ余ってしまうと、ここの余った場所は人差し指で全部やりますね。ここら辺は、ここはもうね、一マスずつとか、だいたいもう感覚ですね、これも。とりあえずね、サファリとかで、なんでもいいんですけれども、タイピング練習って調べたらね、で、そのタイピング練習って調べたら、多分一番上とかに出てくると思うんですけれども、なんか P 剣みたいなね、タイピング練習するものがあって、で、これを使うとね、キーボードのね、どこを押せばいいとかもね、指示を出してくれるんですよ。で、まず最初にね、そのキーボード見ながら、R はここだってして、指でね、感覚を覚えさせます。で、その後にね、だんだんできるようになってきたら、できるだけ見ないで、キーボードを見ないで、画面上だけ見るようにします。で、画面上にね、下にねキーボードあるじゃないですか。そこを見るとね、だいたい指でできるようになります。で、 K はこことか、もうこれ、このサイトをねずっとやってればね、僕もできるようになりました。 2,3 ヶ月でね、多分ね早く打てるようになります、ブラインドタッチでね。まずね、あれですね、このとりあえず出っ張ってるところに人差しを置いて、そっから指を順番にね、置いて、まあ、ここの、ここのね、こう、指をずらしながらが覚える的な。そこのね、人差し指の置く配置が分かったら、あとはね、そのタイピングのね、練習のサイトで、ずっと打ってれば、だんだん覚えるようになってきます。で、完全にね、ここの H とか F とかの、なんか U とか、全部配置を覚えてしまったら、もうね、多分キーボード見なくてもできるようになるんで、なんでね、とりあえずキーボードの Q とかローマ字の場所を全部覚えて、さっきのタイピング練習でやりながら覚えたら、もう多分ねパソコン画面上だけ見ながらでもねタイピングできるようになるんでね、それまずね練習してみたらいいかなって思います。僕もね、このタイピング練習だけずっとしてたらね、いつの間にかブラインドタッチができるようになってたんでね、多分ね、このタイピング練習ずっとしてたらもう配置も覚えちゃって、いつの間にかブラインドタッチもできるようになっちゃうっていう感じなんでね、ぜひとも皆さんやってみてください。ちょっとだけやってみます。はい、それではね、それではタイピング。
はい、終了しました。ね、こんな感じです。どんだけ合ってたかとかも見れるんでね。で、 94% 合ってたと、 5% 間違ってたと。間違ってるタイピング数がね、できるだけ 0% に近い方が多分これはねいいんですけれども、はい、という感じでね、このタイピング練習ずっとやってたらいつの間にかできるようになるんでね、ぜひ皆さんもやってみてください。タイピング早くなりたい人はね、なんかわからないことがあったらね、コメントにぜひ書いてください。それでは、アジャス。今日も見てくれてありがとうございます。こちらからね、チャンネル登録してもらえると本当に嬉しいのでお願いします。一人一人のねチャンネル登録がとてもね嬉しいんです。登録者が1000人、1万人、10万人っていくごとにね、マスクなどを取っていきたいと思うので、ぜひ今日もチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。